リハビリの効果を実感しているということです。こちらの会場では間もなく毎年恒例の谷垣グループの研修会が行われますが、谷垣氏の姿はありません。自民党谷垣グループの研修会が長野県の軽井沢で始まりました。ただ谷垣前幹事長は7月に自転車で転倒して以来入院したままで、今日も参加できませんでした。加藤先生、大将なんだから、一人で突撃なんてダメですよ。3日前には谷垣氏が師と仰ぐ加藤浩一元幹事長が死去し、グループには衝撃が広がりました。リハビリに集中しているとの本人のメッセージが届けられましたが、復帰のめどは立っていません。